ここ結構気持ちよくないですか？ここからの横ですかね、うん、ちょっと短めのこちらです。9センチです。お尻大丈夫ですか？今骨盤、子宮内どうですか？中からこう温かい感じがしてます、はい、ハリケーテンからこんにちは、美容ハリキングの上田です。はい、ということで今日もモデルのピコさんにお越しいただいてます。こんにちは。ところで今日僕スーツなんですよ。はい、なんか決まってます撮影いつもねこの研修センターで撮ってるんですけど、はい、早くクリーニングに出してですね、はい、戻ってきたんですけど今日持ってくるの忘れました。あら今日治療できないじゃんということで今スタッフが別の白衣を持って向かっております。なんか新鮮ですけど。新鮮ですか、はい、先日、まあ、1ヶ月くらい前ですかね、はい、あの生理不順の治療、それから3ヶ月ぐらい前もねしましたけども、 その後どうですか？あ、なんか今調子よくて、ちょうど先日生理でちょうど期間もバッチリ、お今順調な感じです。おお、よかったですね、はい、ただ10年間生理不順があったわけですよね、はい、半年間止まっちゃったこともあったと。ありました。やっぱりそのまま野放しにしておくとまた冷えがあったりとかですね、うん、またリズムが崩れちゃったりとかするといけないんで、メンテナンスっていうことですね、はい、生理不順がですねちゃんと、まあ、良くなったのを維持できるようにね、はい、今日も治療していきたいと思います。治ってない説がありますけどちゃんと良くなってますから。そうです、順調です。順調ですよ。それでは、はい、ゴー。生理不順もですね結構良くなってきてるっていう形ですけども、体こわばったりとかしてまた自律神経が乱れてくると生理不順になってきますから、まあ、これも改善するね11円の使い方とかも後で施術中にお話しますんで、はい、ぜひ動画見てる方もやっていただきたいんですけども、じゃあまず動きのチェックですけども、手をまっすぐ出して、はい、右ひねって、はい、これいきますね。いいですね。左側どうですか？はい、ちょっと待ってください。またチョンもしましたね。ちょっと負けず嫌いでましたよ、ね。嘘、はい。だいぶ無理してました、ね。だいぶちょっと無理が、はいはい。自然なので6分かかるところまで行っていただきます。自然な。はい。ほら、これですよ。45度でしょ。あ、当たりますか。45度じゃないですか。はい。いきますよ。だいぶ無理してましたね。こわばってますね。きついですね、はい。ちなみに首耳左だと思います。首も硬そうですね、はい、はい。これやっぱ体こわばってるんで血流系とかでもですね爪で血流を見たりとかする、血流悪かったりとか体こわばったりとかすることが多いんですよね、生理不順の方で。だからそれも含めて改善させていきたいと思いますので、はい、もうあれであれのあれでチュッて流していきたいと思いますので、はい、それでは行ってみたいと思います。こう生理不順の治療をこれからしていきますけどもね、最初ですね脈を見ることが大事なので、脈を見てですね全体のエネルギーのバランスの乱れとかね見ることができるので、ちょっとですね腎っていうのが調子悪そうなので腎虚ですね、ちょっと疲労感が溜まってるのかなっていう形ですね、うん、それから生理不順の方はお腹が硬かったりとかするんで、お腹の硬さとかでもですね分かるんですね、体の状態がどこが今なってたりとか、こんなになってたりとかするお腹があるんですけども、あのちょっと硬さを表現したんですけどね、よくわかんない話ですけど、でですね、ここちょっとチェックしていいですか？あー、これわかります。ここですね、はい、胃と肝臓がちょっと調子悪そうですね。生理不順ある方ですね、10円と1円とかで改善できます。足首にですね、小腿っていうところなんですけど、内くるぶしのですね骨の出っ張りから指1本分ぐらい下ね、ここに10円を貼ります。小腿っていうところですね。でそして手にあるツボですね、熱血っていうツボがね、手首から指2本ぐらいですね離れて、動脈がドクドクいってるね、動脈拍動部に置きます。これだけですね腎内エネルギーがブワーって上がってですね、結構生理不順とか改善していきますので、ぜひねやってみてください。これね寝る前に1時間ぐらい貼っておいて1週間2週間で続けてみてください。腎虚なんですよね、はい、パワーダウンしてると思うんで、ちょっと足をチェックしますね。ちょっとキープしてください。もうダメそうですね。はい。変なチョコですね。でここはやっぱり大丈夫そうですね。これキープできますよね。力が入らないですよね。
エネルギーのバランスとか結構崩れてる方が多いんですよね。で僕はね、もともと看護師でデータとか見てきましたけど、それだけでですね、解決しないところがあるんですよね。ドクターがやってる針の勉強会でもですね、データを見てるのかって言ったら、やっぱり木とかですね、エネルギーを見ながら治療しています。北里大学のですね、東洋医学研究所というところもあるんですけど、そこはドクターがね、針したりとか、僕そこで研修も受けてたことがあるんですよね。お医者さんも脈を見てですね、こういった治療をしています。そこはですね、WHO のですね、針とかの研究機関でもあるんですよね。針ね、怪しいと思うかもしれないですけど、実はちゃんと研究とかも進んでます。 WHO 主導でですね。ということで、うわっと今入りました。これでパワー上がったと思います。でここにキープしてください。はい、入りますね。もう一箇所いきます。はい、 OK です。これでもこれ大丈夫です。これ大丈夫ですね。はい、そして今肝臓のパターンが出てるんで、肝臓のエネルギーをですね、調整するイオン系治療したいと思います。心包の経絡ですね。グッド。はい、肝臓の経絡ですね。はい、整います。はい、で今度は胆の経絡ですね。整います。はい、で今度は肝の経絡ですね。でここなんですけども、ここ痛いですね。ここですね。これ滞ってここに刺激します。はい、7分お休みいただきます。では7分経ちましたので、針を取っていきます。今ですね、じゃあ経絡が流れていますね。いいんじゃないですか。だいぶお腹の調子も上がってきます。それではですね、これから背中の仙骨周りね、この辺が多分滞ってると思うので、尾低骨のあたりね、ここ自律神経めちゃめちゃ大事なところなんで手にいきたいと思います。それではこうちょっとオイルを使っていきます。生理不良の針をする前にですね、水玉でまず流してですね、凹血を取ってしまいたいと思います。大丈夫ですか。はい、すでにやばそうですけど、今ですね、スライドをだいぶしてきてますので、ここね、仙骨の部分、ここがね、結構凹血が止まってたりとかするんですよね。これ大丈夫です。ここ結構気持ちよくないですか。気持ちいいですよね。でここからの横ですからね、気持ちいいですよね、これね。大丈夫ですか。それは痛いですね。生理不順も改善もキープできますし、ウエストも細くなりますから。会話になってないですね。おーしかうなり声しか、おー出ちゃいますって。大丈夫ですか。ちょっと吸いすぎた。吸いすぎが半端ないです。流します。大丈夫ですか。だいぶ流れましたね。大丈夫ですか。結構おけつが漂ってますね。それではですね、おけつを取っていきたいと思います。仙骨部ね、これやばいね。これね、はんぺんがいるんでね、変な水が入ってました。なんか滞りですね。でも木のやつはやばいですね。水道練習のやつ、木のやつと機械のやつ言うじゃないですか。僕はだいぶ荒れてやられましたけど、ということで7分お休みいただきます。それではですね、かなり腰回りおけつ取れてますんで、水玉取っていきたいと思います。あら、でも仙骨は悪いね。これここもちょっと悪いですよね。
速動かし、ちょっと小学生の時に悪ふざけしてですね、ケツバットっていうのを食らったんですけどね、1メーターの定規で引っ叩かれたんですけど、その時のお尻に似てますね。別に引っ叩いたわけじゃないんですけどね、リコさんの方ですね、引っ叩いたら訴えられちゃいますから、ここね、仙骨とかも結構来てますね。これしっかりですね、おケツ整えていってですね、また生理不順にならないんですね、しっかりとやっていきたいと思います。それではね、針いきたいと思います。いや、生理不順改善にはですね、もうこれしかないですね。なわけないですね、これちょっと長いですね。さすがに20センチは長いんで、ちょっと短めのこちらです。9センチです、リコさん。もう大丈夫ですね。でもこれでね、結構良くなってますもんね、はい、事実。なんでそのそうですねが力弱いんですか。お尻大丈夫ですか。締まりますか。お尻がやばい。お尻がやばい。お尻がどうなりました。もう名言ですね。お尻が締まります。激締まりですね。激締まりですよ。こちらはでもお尻に響くのは骨盤内って、骨盤神経層っていうのがあってですね、子宮周りを動かしてるんですよね、自律神経が。この陰部神経ってお尻側から入ってるところだけアプローチできるんですよ。前側ね、お腹とかあるし、まあ、卵巣とかもですね、ここなかなか深いところ刺激することできないんですけど、お尻側に行くね、神経っていうのがあるんですね。陰部神経を刺激して、陰部神経から骨盤神経層っていうのを刺激して、それでブワーってエネルギーブワーって回転させてます、はい、これなかなかこういうのは針治療じゃないとね、できなかったりするところなんですけどね。これ大丈夫ですか。グッと。おー、どちらに響きますか。お尻に来てますか。いい傾向ですね。これね、最初ね、いきなりはやんないんですけども、慣れてくるとですね、少しずつしていきます。もうリコさんも上級者なんで、もう大丈夫ですね。あれ、ノーコメントですか。はい、肩骨周りも活性化してますんで、これね、ホルモンバランス整っています。いきます。はい、はい、針っていうのは交感神経とですね、おやすみっていう副交感神経、どっちかっていうとブワーっていう交感神経、アドレナリン系をですね、ちょっと抑えて、ふわーっとしたリラックス系をですね、高めるっていう効果があるんですね。それが実はここね、お尻のこの近くにある仙骨を狙っていく、このうーみたいな感じでね、気合入ってですね、交感神経ですね。こんなこと施術中にしないですからね、皆さん分かりやすく説明するんでね。時々ね、キング先生は治療中うるさそうですね。違います、大丈夫です、静かにやってますよ、ね、はい、はい、まあそれは置いといてですね、今ですね、交感神経を沈めるですね、針をしました。それで7分ほどお休みいただいて針を取っていきます。7分ほど経ちました、針を取っていきたいと思います。大丈夫ですか。この滞ってるおケツがブワッと上がってきてますからね、リコさんにはさらに健康になっていただいてですね、リコさんのファンがいらっしゃいますからね。はい、ということでですね、全て貼り取りましたですね、この後動きをチェックしていきたいと思います。はい、ということでですね、エンディングですけど、めちゃめちゃいいんじゃないですか。もう骨盤、子宮内どうですか。なんか中からこう温かい感じがしてますね、はいはい、すごい良かったです、なりました、はい、生理不順に戻んないように、はい、しっかりとですね、このキープしてですね、また何回かやっていくと体質改善になりますんでね、まあ、めちゃくちゃ顔色もいいですね、はい、いいですね、高いです、顔も、はい、ポカポカ、ちょっと動きどうなったのかを見てみましょうか、はい、手は手を合わせて、はい、右ひね、おお、めちゃめちゃいきます、反対側、お、いいですね。
はい、首右左です、はい、多いですね、はい、いけますね、よかったです、はい、いけます、バッチリです、はい、こういった治療をですね、していくとですね、生理不順とかも改善していきますので、もちろんですね、長い針とかは、まあ、ケースバイケースでやっていきますのですね、ご安心いただければと思います。治療院の方はですね、横浜元町と銀座院にありますので、どちらかですね、概要欄のですね、LINE の方からお問い合わせいただければと思います。それからですね、横浜元町が遠いとか、銀座が遠いという方はですね、全国にですね、こういった技術を教えている先生方がおりますので、ご紹介できたらなと思いますので、そちらの方も LINE でお問い合わせいただければと思います。他にもですね、セルフケアの動画ですとか、施術の動画を配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いします。LINE フォローもお願いします。なんかあったかい感じ。何な表現するとどす黒かったんですけど。想定よかったですか。すごいいいよ、そこ。本当だ。夕方の色いい。時間が経ったら普通は。そうですよね。さっきちょっと茶色っぽかったですね。なんか朝が一番かな。普通朝元気なんですよ。そういう。元気になりました。めちゃめちゃいいですね。